はいどうも皆さんこんにちは、えー、今週の一冊、えー、先週ちょっと一冊間違えちゃったんですけど今日274冊目ですねですから先週は273冊目だったんですけども272冊目って言ってたかもしれません、えー、いずれにせも今日が274冊目となります、えー、寝て起きたんでちょっと機嫌が悪いんですかねじゃあねはい大丈夫ですかはいはいはいもういいですよはいはいどうもありがとうねはいはいよしよしととととと はい、はい、あすいません。えー、で今日の一冊はですね、筋トレの画面になってしまうんですけども、えー、金武宗信さんという臨済宗のお坊さんですね、の住職が書かれた、全的持たない生き方という本ですね。持たない生き方。えーまあ、これ腰巻き、帯のところには本来無一文なんて言葉が書いてあるんですけど、これはまあ禅の言葉ですよね。えーまあ、読んでいたごとくで持たない生き方、そのことについて。 書いたので別に禅の入門書というわけでもないしそんなに宗教的なことが書かれてる本でもないんですねでまあこの方はですねあの結構たくさんの本を書かれていて、まあ、あの実は裁判所じゃない刑務所の教会誌っていうね昔はオスゲンが出た最後の映画に教会誌というのがありましたけども。 死刑囚とかなんかの言葉を聞いたりするね。まあ大杉連の役は、キリスト教のまあ教会士だったんですけど、まあもちろん仏教の教会士もいるわけでね。その教会士を仕事をずっと長いことをやられてもいるわけです。で、あの臨済囚のお寺の住職もやられている方で、まあこういう禅の心で生きるという本とかですね、禅後、心に響くいい話とか、あるいはですね、親が子供を伸ばす役はっていうね、まあそれちょっと教育に関わるような本も書いてますね。 あるいいいいいいは前後ちょっといい話なな、んててうののも書いてたりする、えー、このぐらいかなあそれから一休さんの超然入門、まあ、彼は一休さんをもすごい尊敬してました、ね。一休さんに憧れてまあ僧侶になったって10代で僧侶を目指したって人ですからね小学校ぐらい出ろって言われて小学校出てから僧侶になったって人は、ねまあ、筋金入りの前奏なんですよね20年ぐらいのまあ座禅歴を持ったわけですけどで、まあ座禅のノウハウについて書かれた本とかあるんですけども、まあ、今度書いたこの本というのはあのその中でも えー、まあそのものではないですね、まあ、むしろ善的な考え方をベースにしてあるいは自分の前奏としての生活というものをモチーフにしてだからまあ今割とこういう「たない生き方」っていうのはスローライフって言葉と、まあ、もうだいぶ古くなったけどね、えー、そういう言葉と並んでですねよく引用されたりしばしば使われたりしますよね例えば随分流行った本ですこの「捨てる技術」なんて本がありましたね。 どどんどん捨てればいいとか、あの何か物を持って2年以上使わないものは永遠に使わないんだから全部捨ててしまえとう服でも本でも物でもねということがあって、まあ、結構反発もあったんですけども大方の人はこの捨てる技術っていうものをまあ見習おうとしてるし、まあ、特に大きい災害があったりとかですねあるいは 今回のコロナ禍みたいなものだと、もう部屋の中ゴミだらけになっちゃうんですね。あの家にずっとみんないますから、ね。だから捨てる技術ってことで、えー、まあコロナのおかげっていうかコロナのせいっていうかな。で、部屋の中すごいきれいに片付けたなんて人も僕の知り合いではいますけどもね。まあこの捨てる技術、なんていうのは必要になると思うね。あるいはこの断捨離なんてことも入りましたね。断捨離ね。定年後の断捨離みたいな形で定年になって、まあ社会的な束縛からもリリースされたので、 自分の生活も自由になりましょうとことで自分のスペースですね生活空間を開放してきれいにしようということもあるんでしょうねそういうまああの何かきれいにするっていうイメージがあってえこういうのがまあ流行ったわけですね。そこで、 まあこの「持たない生き方」って本が出て、まあ、これは結構もうすでにいろんなところで評価が得られてはいるんですけども僕もあえてえこの本を紹介してみたいと思うんですねまあこの本そのものはですねそんなに禅についての入門書先ほど申し上げたよう禅についての入門書であるわけじゃありませんし、えー、そんな創造主のなんか禅の やり方とかかかなななんかこと細かに書いいてあるような本ではないではすね。実にシンプルですあの単に本当に元を物を持たないで生きていくにはどうしたらいいかということについてしか書かれてないんですねでその理由はたった一つですね物を持てば執着が一つ増える一つ物を持てば一つ執着が増えるっていうのが彼の、まあえー、この方のですね金武総信さんという方ですけどもこの僧侶のまあ言い分なんですね。 だからまあこれに反対だとすれば物を持つことは執着を持つ執着を持つのは人間なんだから人間が物に対する執着を持つのは当たり前だっていう立場の人はえこの考え方に組みしないと思うんですね例えば科学なんてどうですか科学ってのはたら物への執着がなければ絶対にあの成立しえない学問ですねこれね、えー、例えば宇宙への執着とかねもう物とは言わない概念かもしれないけども何かへ、ね、の執着ってものがあるからこそそこの執着を目指してさらにいろんなものに執着していってその執着の連鎖っていうものが 科学学いうのを作り上げて、哲ももそうかもしれないですね、えー。観念、考え方に執着するわけですから例えば意識とかね自己とか自家とか死体とかそういったものにずっとずっとこう執着しながら生きていくってことをするので、まあ、そういう立場から考えると科学とか哲学とかいったいろいろな学問とか研究というのはやっぱり執着と隣り合わせになってるわけですねだからそういうところが見ると全的な考え方で生きていくっていうのはなかなか えー、難ししいいことじゃななのかなって気がします、ねまあそれはともかくとして我々が日常生活の中で、まあ、物に執着しないで生きていくにはどうしたらいいかってことを、まあ、彼は自分の禅寺での修行の体験からね、えー、例えば一番最初にお寺玄関って言いますね玄関ってこれもともと禅の言葉ですよね。 えー、玄関って安全の言葉で「まあ、幻妙なる関門」「幻妙なる関門」という言葉が訳されたものですから、まあ、修行に入るための入り口なのであの何もないところって幻妙にしておくと神妙にしなさいという言葉ですねだからよく禅羅だ,だけじゃなくて、まあ、古い料理屋さんとかお茶屋さんにも書いてありますが「脚下将校」とかね「間脚下」とかありますね足自分の足元を照らしなさい足元を見なさいってい意味ですけどもでそれ足元に何もないようにするってこと例えば靴箱なんか置かないってことですね 自分の履物なんかはもう限られたものしかない。もちろん送料ですから、まあ、履物や草履だったりね、セットだったりするわけで、それに限定されるかもしれないけども、まあそういうので、あのまあ、限定されて何も置かないようにするという入り口からもすでに始まったわけであったりですね。ねあるいは えー、食べ物だったりそういうところから、まあ、どんなに節約節約じゃないなどんなものをこうなくしていけばいいかってことが具体的に書いてあるんですねでもちろんそれは自分の身の回りのものだけじゃなくて自分の身の回りの空間です例えば寝室であるとか台所であるとかねそういったところにできるだけ物が置いてないというのが大事ですねこれねで食事の内容そのものをまあ禅宗っていうのは昔から生活禅と言われ生活そのものが禅の修行みたいなもんだって言われてますからだから食事も至ってあのまあ 質素なもんですよねこれはもう何百年も変わってないわけ、道元前世の頃からほとんど変らいレシピで食事ってのは行われてるわけですけども、そういうのでも、やっぱものは大事にするわけですね。例えば、残さないようにするとかね、いうの当たり前、それからもう一回再利用するみたいなのありますし、野菜なんかもまあ大体、全然の場合には大きい庭があって、庭みたいなところ、みんなで栽培して作ってるんですね、野菜はね。 で作った野菜ってのはたくさん逆にできちゃうからたくさんできちゃうと周囲の人に配ったりもするけども、まあ、それでも余っちゃう余った場合には塩漬けにして漬物にしとくんですね、えー、それでまあ食事をするだから余るような野菜ってのは一切ないわけで全部捨てないわけね、まあ、そういう捨てない技術ってのはある捨てる技術ってあるんだけども逆に捨てない技術ってなっのがあって、まあ、そういう野菜みたいな食べ物は、えー、無駄にしないでちゃんと取っておくっていうことですねいうのがあったらお茶だってあのお茶っ葉を作るんですね お茶を作るとこまあ京都の禅寺なんかそういうとこ多いんだけどもあのお茶っぽを作るところから始まってまあそれでお茶をあの入れて飲むいって飲むんですねだから本当のお茶の入れ方ですよねで調味料なんていうのはほとんど使わないですね、まあ、塩とか砂糖とかわずかな調理酒とかわずかなものですよね甘みを出したい時は玉ねぎなんかを刻んで入れたりして玉ねぎの甘みがまああるいは野菜の旨みがそれで甘みになるわけですからそういうものを工夫するってことでまあ禅の料理なんかは非常にレシピとしては 僕はとても興味深いものだと思って関心を持っているんですまあでもそれは捨てる技術とかですね何も物を持たない人たちによって、まあ、シンプルな料理の作り方あるいは料理の得方ですよねでそれ以外例えばトイレであるとか 寝起きであるとかそういった生活全般のことを、まあ、この方はですね、鎌嶽さんはずっと書いていて、でそれが禅の考え方をちゃんとこう照らしてるもんだろうという言い方をしてますね。まあ、僕もまあ確かにそういうふうには思うし、まあ、それは大事だと思うけど、なかなかできないのが現実だし、ね、できないのは人間って思うもですよね。で、そのために彼はどうしたらいいかってことについて、まあ、潔く捨てるためにはどうしたらいいかってことについてまあ書いたんですね。例えば、潔く捨てるためには所有は執着だと考えると。まあ 考えることできるし同意もすることもできるし賛同もできるんですけどもこれも所有は執着だって考えが自分の行為に反映されるかどうかっていうのは甚ははだ難しいことでね執着しながら生きていくのは人間じゃないかって思ったらあの執着こそ人間の性の根源かもしれないですねまあ欲望が人間の根源であると同時にですね執着ってのは欲望ですからこの欲望が人間を生かす一つのエネルギー原動力になっていると考えるのであればえこういう考え方に組みすることはなかなかできないってことありますね あるいは2番目としては、も、ま、の、あ、があるのが当たり前だと思うこれは大事ですね。も、ま、の、あ、が今、消費文化で高度経済成長、高度資本主義の時代に、消費文化、どんどん,どんどん消費していくわけですから、そういう時にものがあるのが当たり前だと思ってはいけないということですね。まあ、これは震災で被災したい人とかね、あるいは台風とかなんかでまあ避難所に行った時に、あるいは今のコロナの時代の時にですね、新型コロナの時代の時に、ものがあるのが当たり前だと思ってないですね、むしろものがないこととかいうのが当たり前だと思うっていう方が出てきたので、まあ、 その意味で新型コロナっていうのは僕は何か一つの掲示を与えたんじゃないかなと思っててまあ否定的だけじゃない肯定的にも評価してるんですけどねまあ、物があるのが当たり前とと思わないことってのは大事ですね、まあ、でもそういう意味で考えるとネットワークとか SNS は別としてもネットワークというのは電子ですからね物を返さないわけですねこれデジタルだからねから物を返さないので例えば僕は今皆さんにこの本をですね Kindle の画面で紹介したけど本というものを持ってないわけですよね だから近所情報を持っている、まあ、情報を持つことも情報への執着だと言われたらこれはもうどうしようもないんだけれども、まあ、そういう情報として持っているという意味では物という形でかさばらないわけですね実際にねだからそういう意味ではあの、まあ、ネットワークシステムを使うということは物を持たないという考え方に、まあ、一応合致してるんじゃないのかなということですね、まあ、いずれにしてもあるのが当たり前と思わないということが大事ですね でそれから物がなければのを代用すると、まあ、さっきの野菜の話でもそうだし、えー、いろいろなことがあって、まあ、そういうものを代用するわけですね変わっていくわけですねあるいは再利用していくとか捨てないでおく例えばあのコーダー屋って以前も紹介してましたがコーダー屋ってコーダー露伴の娘の作家がいたんですけどあのコーダー屋さんは露伴、えーまあのお父さんのロハンが病気に遭てるんです、ねまあ、着物を着てますと当然和服ですよね。 でこの和服っていうのは、まあ、だんだんぼろけてくるんで、ね、裾の部分とか袖の部分があるいは首の部分がだんだん傷んできますよね。そうすると和服を裁断して上下に切ります。上下に切って上の部分に綿入れをしてですね、丹禅を作るんですね。炭禅。そうすると上の部分は生きてくるんで、まあ、あとは修,修繕すればいいからね、袖の部分とかその部分はね。丹禅を作って、丹禅を作って炭禅もぼろけてきますね、ぼろぼろになってくる、ね。そうすると今度は座布団を作るんですねあの。もうちょっと着物の部分をきれいにたんであの、きれいにまあ縫い込んでね。 で、綿を入れ直して座布団を作る。で、まあ使えますよね、これね。この座布団を作って、この座布団もだんだんボロボロになってきますよね。で、そうすると、コカ・コーダー屋さんのすごいところなんですけどち、より小さい座布団、猫の座布団、猫用の座布団を作るんですね。まあ、猫好きのコーダー屋だからこその発想だと思うんですけども、まあ、より大きい座布団を小さくして、猫用の座布団を、まあ、いくつか作るんでしょうね。で、これで終わりじゃないんですよね。この座布団も、やっぱ猫がバリバリ引っかいたりするので、 ぼろけていきますよねでそのボロボロになった座布団のもともとはお父さんの着ていた着物だけどこの着物の布みたいのを作るんですよだからお父さんの着ていた紬であぎだろうがでしなおしまであろうがまあそうすごいあの高価な着物かもしれないけどそういうのが最終的にはここだけの畑になるんですね。 この畑の作り方っていうのはお父さんからやっぱ教わってお父さんのだけっていうのは江戸幕府開幕以来のずっとあの幕府のお行儀とか礼法の作法の、えー、専門の家だったもんですからまた畑を作るとか畑とかいうのは大人のものなんですねだからそういう意味ではだけっていうのはまさに物ののをまあそんなに増やさないとか物を大事にするってことをすごく目指した家だったんじゃないのかなっていう気がしますねではそういう意味ではまあ面白いのかもしれないっていうのがあると思います えそれからまあ,あとはまああのそれをどうやって行動に移せばいいかっていうことについてもまあいくつかあの考えても自問自答を繰り返すこととかねえ自分の基準を決めていくこととか言ってまあ一応この方は現実にものを捨てていくっていうことを前提として書かれてますから本当にみんながやってくれないと困るわけねだからそれに関して具体的にまあ理想論ばっかり述べずに実際どうしてたらいいかってことを自分の基準を決めて捨てここまでは捨てようとかここは取っておこうとかね ままあいちいちやっていきますよね、いっぺんには、ね、小さいものから捨てていこうとかそういうすごいノウハウが書いてあってとても前週の総理が書いた本とは思えないですね何かあの整理整頓するなんか専門の人がいるでしょあのホームサービス系のねでそういう人がなんか書いてる本にしか見えないですけど、まあ、あとは無駄なものを買わないとかいうことですねで、あと、まあ、重要なのはですねこうあの、まあ 本来無一文ってこの言葉ですね、腰もきな言葉にもあるよこれは禅の言葉ですね。まあ、自分が所有するものは本来一つもないってことですね。まあ、自分の体でさえですね、あの仏のもんですから、自分のもんではない、物なんですよね。いやそれがなくなれば、自分の体を持ち歩くことすらできなくなってしまうということは本来無一文なんです。だからその意味から言うと、聖フランシスコではないけど、着てるものであるとかね。 食べるもんであるとかっていうことすらそれを所有するのはおかしいだろうということになって、まあ、これはほとんど宗教論争になってしまうので難しい話になってしまいますけどもそういう問題点まで行き当たるかもしれないけどまあ竹さんはそこまでは書いてないですねやっぱりねあの自分の生活できる範囲のもので抑えておくってことす全てのものをなくすっていう意味ではないですねでそういう意味でのお金の使い方、まあ、例えばキャッシュカードは使わない、まあ、キャッシュカードっていうのはあれですもんね とかごめんクレジットカード,カード使わないクレジットカードってのは借金ですからそういうことをしない生きたお金の使い方をしなさいってことですね。でそれと同時にまあ人間との付き合い方みたいなのもあって、まあ、人間との付き合い方ってのは人間本来は無一文なんで、まあ、周りに誰もいないってことなんですけども、えー、誰もいないって ででで生ききてていいくってことはできないですねやっぱりねこれはね孤独であるってのは無理なんで生きていかなきゃいけないけどでこう人間関係を築、えー、くなが、まあ最低の人間関係があればいいっていうのはだいたいソウルの世界だと思うんですけども、えー、まあ、随所に主となれば一生みんな誠なり随所に主となれば主となれば一生みんな誠なりと。 皆誠まあいろんなところにあるじとなるいろんなところでどんなところでもあるじとなるのであれば理師長皆まことないどこでもどんな環境にやっても自分が主体となって生きることができればその時々でまあそのすべての世界が自分の世界になるんだってことですね理師長皆まことないっていう言い方があるんですけどもまあこれは重要ですよねつまり人間関係っていうのはやっぱり人間関係の中でみんなあつを 思ってなんかするわけですよそれがすごいトラブルなわけだからだからそれをあの、まあ、防ぐためにはどうしたらいいかっていうとこれは関係が悪いんじゃないんですね多分あの自分が問題があるんです相手を変えることはできませんよねこれはアドラーなんて心理学者が昔から言ってる関係の分離ってやつであの何を変えることができるかって、まあ、自分しか変えない相手を変えるっていうのはとても大変なことなんでまで、あ、自分が変わっていくわけで。 自分を変えることによってその環境を自分にとって良いものにしていくっていうことがあるんでそういう環境の整備みたいのも、まあ、このものを持たない技術中に含まれているんじゃないのかな入ってるんじゃないのかなっていう感じがしますね。でまあ今日はちょっと付録というかなんかでもう一冊あの紹介しておきたいんですけども、えー、これはまあ絵と文章が斎藤正幸さんという人と斉藤礼さんって人も2人で書いた本なんですが「えー、僕には何もない」っていう本ですね、えー、なんですけどで書かれた本なんですけどまあこういう漫画形式の あの斜面とかかなんかを歩いていてくこういうね僕に何もないんだって言ってこう本当に何もないあのまあ40代か50代の,あのサラリーマンのおじさんがあのいかに物をの持ってないとか何もなくてあの孤独であるかってことをですねずっとこう連綿と語っていく文体になってるんですね本になってるまあこれをあのつらつら読んでいくんだけどもでも,でもまあそうは言ってもですねそうは言っても自分はあのやっぱり秋の夕暮れであるとかね まあ春の花が咲いてるところとか美しいものが何もないからこそ見ることができて、まあ、それが価値があるもんだっていう結論になってるわけです、まあ、いささかハッピーエンドになってはいるんだけどだから何もないということを送られた何もないことを送られた贈り物かもしれないっていう、まあ、非常に消極的じゃない積極的な立場に何もないということを認めてるわけでだからちょうどこの金竹さんの本とですねあのこうする形でこう何もないことがまあいいことっていうか、まあ、何もないことが悪いことではないですね。 何もないことがかえって幸せになるということを書いてついて書いた本なんで、まあ、この本もついでに、えー、紹介させていただければと思いますね。えー、この本ですね、えー。僕には何もないって本ね。で合わせて紹介したいと。まあ、これで結局割られたものがないことで何かができるかというとやっぱり物の執着とか観念への執着ですね。必ずあるわけですよね,これねで。そういうものから出して生きていくっていうのは当然不可能なわけで。だからそれを最初に抑える、まあ、シンプルイズベストですよね。 いかにまあシンプルに最小限に抑えてやることができるかまあ本が何万冊も僕は大阪の部屋にあって全然片付けられないまんま呆然としている毎日ではありますけれどもねだからそんな僕が言うには全く説得力はないんだけどもまあシンプルにいるにはやっぱりできるだけ物がない生活っていうのはあの心の乱れがなくなりますよね多分ね部屋が広がって空間が広いとか言うとまあ不安になる人もいるかもしれないけどやっぱり物が置いてない部屋があるっていうのはやっぱり えー、まあすごく落ち着く逆に落ち着いたりねなんかそういうことあるかもしれない僕は個人的には本の山があるとかですねもう、まあ、あの足の踏み絵もない空間というのはとても落ち着くんですけどもそれは好みの問題ですねだからそれは僕はものに対する執着っていうかいやはっきり言って自分に対する執着ですよねそういうものを持っている自分というものが好きなのかもしれないね正直言ってねでそういうものに対する執着っていうのをこう自分に対する執着っていうのがあるのでものに対する執着を捨てるっていうこの考え方や奏竹さんの考え方を究極までいけば 自自分分にするる執着っててななででを捨てるしかないんですねでそのために僕はどうしたらいいかってのはいつも悩んでしまうことでもうこれは禅寺に行く。なあ、アマデラに行けって言ったのはハムレットがオフィリアに言いましたけどね禅寺に行け、禅寺ってことになっちゃうんですね。まあこの年になって修行する小僧から始めるのとおりは大変だけどもまあせいぜい禅のような修行をですねまあちょっとやっていければと思いますね。はいということで今週第274冊目は、えー 竹宗信さんの書かれた「全滴に持たない生き方」という本を紹介させていただきました。ではまた来週さようならバイバイ。